ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんで今日の動画は10月のドラッグストア購入品をやっていきたいと思います。掴んだ順からどんどん紹介していきます。まずは今使っている多分これだと思うんだよね。ピンクっていうのを覚えてたんだけど、多分これだと思うんだよね、今使ってるやつ。ジュレームリラックスミッドナイトリペアのシャンプーでストレッチ&リッチっていうやつ。そうさ、私さ、専用のボトルじゃなくて別のボトルに入れてるんだけど、ほんとさ、開けてみるとさ、もう半分よりっていうかさ、ほぼほぼ半分よりちょい少なめだよねって思う。でさ、こういうさ、こうストンと入れて、ハサミでさ、こういう感じでさ、ちょっと余裕ある感じで切るんだけどさ、少なくねって思う。私だけかもしれないけど。そう。暮らしリズムなコロコロペーストックが、今使ってるコロコロくんで終わりだったので、コロコロくん。これは、ストックが、今使ってるやつがなくなると、ないので買いました。ダブの、センシクティブマイルドクリーミー泡洗顔。敏感肌用で使え。こう、セールしていたので買いました。私はあんまりこういうのにこだわりがあんまりないので、こう、朝とか、使うときはこういう泡タイプを使ってて、お風呂場で使うときは一般的な泡立てネットで泡立てるやつを使っているんですけど、ストック部屋に行きたいと思います。次。まあ、おなじみゴミ袋。でしょ？あと、多分ね、廊下のペット用もなくなって、確認してないけど、多分部屋用ももうないと思うので買いました。消臭源のクリアエアーのフローラルグリクリーンな香り。敏感肌にも優しいほのかな香り。匂いオフクリア処方のやつ。でしょ？歯ブラシ。あと、廊下用のペット用。フルーティーガーデン。廊下に置きたいと。もうね、とっくの昔に廊下用なくなっててさ。あとは、まあ、ストック用品。まあ、買わなくて、ストックによる。まあ、ストックのストックしてしまったわ。そう、これ。今回はこの、ラチェスカ。ソフトでもラチェスカのオイルクラエンジング N のメイク落とし&毛穴洗浄。そう、私さ、いちごバナでさ、気になったので。松江粉 OK、濡れたて OK、洗顔不要。とろーり、オイルが毛穴の詰まったメイク汚れや角栓も絡め取ります。ウォータープルーフマスカラなどの落ちにくいメイクもこすらず、ビタミン C 誘導体とかいろいろ入ってる。これ、なんかさ、ポンプって楽だよねと思って買いました。あとは私が、まあ旅行と、今、こういうさ、こういうボトルにさ、詰め替えたやつ使ってるんだけどさ、1だとさ、場所取るじゃん。そう。私、それでさ、今さ、荷物多い方なのにさ、ちょっとでも、あれできたらいいなと思ってさ、今回はこの、ヤーデンモイスト、このメーカーのやつ。なんか安いコーナーにあったから買ってみた。リラックスアロマと集中ケアで
プルツヤカミエっていうやつともう一個買ったんだ。前使っそう同じジュレームの AP タライソリペアのやつだね。私はタライソになってからタライソになる前のこの青いやつを使ってたんだけど、タライソになってから使うのをやめたので、そう安くなってたので買いました。そう今のやつが使い切ったらさ、こういうやつをさいっぱい買ってさ何個か持ってってさ、自分の気分でさ今日これとかさできるなと思って、とりあえず2個別なのを買いました。私あんまりなんかちょっとさお高めなさやつってさ合うとか合わないと合うか分かんないのにさ、でかいやつも買えないからさ、こういうさ大人お試しできてさよかったらさそのでかいボトルっていうかさ本品買ってもいいかなって思うけどさ、思ったのでこの2つ、あといつものお茶3本でしょ。あとは毎日パッドを、毎日パッドのコットン100、まあ一般的な普通の費用、なんか私3日目ぐらいから使うやつは、私オーガニックのやつを使うようにしてるのね、最近してて、別にさこれそうがちょっと300円でお釣りくるぐらいだったので、まあ8個しか入ってないんですけど2個買いました。あとは、まあ関係ないワッツで買ったやつをご紹介したいと思います。そんなにあるわけじゃないんです。私さこれただ洗濯機に入れて洗ってるんだけどさ、こうさ柔らかい素材だとさもうさなんつうかここら辺がさもろもろっつうのさ取れてきて、そう来年から使おうと思ったんで思い出したので2個ちっちゃいやつと大きいやつ買いました。こういうタイプのちょっと固めっつうかさプラスチック、ダイソーのやつもさプラスチックなんだけどさなんかちょっと素材が違うんだよね、同じこういうやつなんだけど、と、まあ充電器と、私あと乾電池も買ったんだ。乾電池持ってきたよね。あとはさマウスパッド、家用じゃなくて私さカラオケでさに取りに行くとき、私カラオケ をさパソコンに移動するからさ持っていくんだけどさ、なんかさそのテーブルがさなんていうか滑りが悪くて、毎回滑り悪いなと思って使ってた。ようやくねマウスパッドを買いました。なんかさもう一個犬のやつもあったんだけどさ、自分が好きじゃない犬だったからやめて猫にしました。私さあと車用の乾電池も買ったんだ。そう担当くんの方のボタン電池つか丸い CR2032 っていう乾電池を買いました。これ持ってきたはず、これこの電池。そう車によって違うんだよ。マーミーのは1632だか25だか、そう
車によってこの乾電池違うんだよね。そう、大体でも2年おきぐらい、大体なんか2年ぐらい前に前の乾電池を交換したけど、なんか私が今使ってる方ってさ、落っこどしてさ、なんか部品破損してさ、そう、丸裸みたいなあれなんだけどさ、そのせいかなんか、なんかさ、反応が悪いっていうかさ、そろそろ交換時期なのかなと思って、2032買いました。まあ、こんな感じかな。今回の、で多分6000円はいってないのよ。多分いってても5000円ぐらいだと思う。調べてないけど。こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバイ。